まあ、そのフットサル自体は、年長の時以外にお父さんと親子フットサルを始めたところから、まあ、スタートしたんですけど、でそこから、まあ、小学生の時はいろんな、1日で終わる大会とか、そういうので、そういうフットサルに触れる時間っていうのは、まあ、そのサッカーやってる以外にもあって、でその高校卒業するタイミングで、その小学校6年生ぐらいから行ってたそのジンガフットサルっていう、まあ、そのフットサル場があるんですけど、そこで練習してる岐阜県一部 のサリスタっていうチームに、その、まあ、入団して、でそこでそのスタッフやってた、そのジンガフットサルクラブでスタッフやってた、その中島コーチっていう人がいるんですけど、その人もそのずっとフットサル